どうも、上徳住みます芸人のドランケンです。本日は若い皆さんへワクチン接種について上徳役所からのご案内です。ようやく緊急事態宣言は解除されたけど、うん、今回はあの若い世代の感染が多いみたいな。せやね。しかも高齢者はワクチン接種進んでるけど、若い世代はね、こうワクチン打ててない人多いからな。ほんまやな、うん、そもそもそのワクチンってどこで打てんの？あ、それはね、会場があるからね。この市の接種会場、集団接種会場はこちら、扇町プール、心斎橋ビッグステップ、安らぎ天空館、中央スポーツセンター、この4会場となってるんやね、うんうん、特にこの12歳から15歳までの中学生はこの市内4会場でね、10月16日から31日までの土日、あとね、市区内の取扱医療機関でも打てるらしいで、これ。そう、予約も含めて詳しくはね、大阪市または城東区のホームページで確認してください。はい、それでは城東区役所からのワクチン接種のご案内でした。今後ともドランケンの成瀬とイタルをよろしくお願いします。